俺はニコニコ鉄道社員のフォーマー。子供の頃から鉄道大好き少年だった俺は念願かなって将来安泰、未来永劫安定と言われているニコニコ鉄道株式会社に入社を果たした。ほどなくしてこれまた念願だった運転士として働けることになり、篠池支社長が治めていた頃の鳳凰支社に配属され、順風満帆の運転士ライフを送ることに。しかし幸せはそんなに長く続かなかった。篠池支社長がいなくなった後、世界的な感染症が流行して支社の業績を直撃。リモートワークが加速する中、供給過剰になった鉄道サービスを縮小させるため、俺は転勤を言い渡されたのだった。